道ノの戦い、または、ピチェンの戦いは、1588年1月24日に、シレジアの町ピチェンで発生した、ポーランド・リトアニア共和国の継承戦争における、最後かつ、最大の戦闘。バーサ家のスウェーデン王子ジグムントを支持する最小、オーカンダエ、トマンのヤンザモイスキラ、ポーランド・スウェーデン派が、ハプスブルク家のオーストリア対抗マクシミリアン三世を、 破って捕虜とした。両陣営ども兵力は約6000人とほぼ同等で、不評と騎兵が半数ずつを占めていた。最終的にオーストリア派の軍は壊滅し、戦争はマクシミリアン3世の領袖とポーランドを覆い放棄宣言という劇的な終結を迎えた。この戦闘には後の名称、スタニスワフ・ジュキエフスキやスタニスワフ・スタドニツキらも参加していた。 1586年、ポーランド王ステファン・バートリが死去すると、バーサ家のスウェーデン王子・ジグムントとハプスブルク家の、オーストリア大公・マクシミリアン三世が、国王自由選挙に立候補した。最初、王官領代へ、トマンのヤンザ・モイスキア・ポーランド主座主教、スタニスワフ・カルンコフスキラが、ジグムントを支持する一方で、ズボロフスキ家は、マクシミリアン三世を支持した。元より、 ザモイスキとズボロフスキ家は長きにわたって激しい対立関係にあり、この国王自由選挙中も緊張が続いていた。ジグムントは全王の妻アンナヤギエロン家の支持も獲得して、1587年8月19日にポーランド王に選出され、それまでインテレレクスとして王権を代行していたカルンコフスキ首座主教の承認を得る手続きまで済ませた。しかし、 マクシミリアン3世や、その支持者は、この結果を認めず、3日後の8月22日に独自に、マクシミリアン3世へのポーランド王選出を宣言した。ズボロフスキ家は、ロコ骨権を行使し、何人もの犠牲者が出る、混乱の中で選挙は閉幕した。ザモイスキにもズボロフスキ家にも、ここで引き下がる、選択肢はなかった。負けを認めれば、多額の賠償金や、財産没収。 名声の失墜場合によっては反逆罪による死刑まで被むる恐れがあったからである。この時点では、ジグムントも、マクシミリアン3世もポーランドリトアニア共和国外にいたが、自らが選出されたことを知ると急いで、ポーランドへ向かった。ジグムントは9月28日に、グダンスクに到着し、2週間滞在してからクラクフへ出発。 12月9日に到着して27日に退官式を挙行した。マクシミリアン・三世は武力に訴えることを選び、ここにポーランド継承戦争が勃発した。ポーランド内の支持者を急護しながら進軍した、オーストリア軍は1587年後半にクラックフを包囲したが、ザモイスキに撃退された。マクシミリアン・三世は一旦退却しつつ、兵を集めようとしたが、 ジグムント派の追撃を受けた。ザモイスキも当初は自軍を増強するため大規模な衝突を避けていたが、時間をかければマクシミリアン3世が先に増援を獲得する見込みになったため、方針転換して積極的に攻撃を仕掛けることにした。ザモイスキはマクシミリアン3世派を追撃するため、国境を越えてハプスブルク家支配下のシレジアに侵攻する許可をジグムントや その支持者たちから与えられていた。ザモイスキは迅速に敵を追撃するため軍をいくつかに分け、1日に約2 4トルの速度で進軍した。約1週間後、彼はチェンストホバで軍を再編した。一方マクシミリアン3世は1588年1月22日に国境を越えて治領に入り、ビチナへ向かった。ビチナで退治した。 両陣営の軍は多くの点で似通っていた。マクシミリアン軍は総勢約6500人で、うち約半数の3290人が不評だった。兵士は主にシレジア人、ハンガリー人、モラビア人で構成され、4門の十砲と十数門の警報を有していた。ザモイスキ軍は総勢約6000人、うち機兵が3700機で不評が2300人。 加えて、大砲数門を持っていた。マクシミリアン三世側には、ワンツとの悪魔、スタニスワフ・スタドにツき率いる600機のポーランド騎兵が参加していた。またこの陣営には、詩人としても知られるポーランド貴族、アダム・チャフロフスキも参加していた。全体として、マクシミリアン軍は、不評の面で、ザモイスキ軍は、騎兵の面で勝っていた。ポーランドでは、優れた、 機動性と突撃の破壊力を備えた騎兵が重視され、不評は騎兵を支援する立場にあった。1月24日夜、マクシミリアン軍は、ビチナの東方にある小さな村のポーランドへ続く街道上に陣を敷いた。彼らはザモイスキ軍の越境を想定しておらず、ハプスブルク領内のこの陣地にいれば安全だと考えていた。ザモイスキは軍を三部隊に分け、 敵陣に退治させた。ザモイスキ軍の正確な布陣は分かっていないが、その右翼は深い霧に紛れて、迅速に動き、マクシミリアン軍の左翼を取り囲んだ。霧が晴れ始めた時、マクシミリアン三世はすでに自軍が攻撃される状況下にあり、道なまでの撤退すら難しくなったことに気づいた。彼は攻撃を命じたが、命令がうまく伝わらず機下の部隊の混乱を招き、 ハンガリー部隊が撤退し始めてしまった。スタニスワフ・ジューキエフスキヒいール・ザモイスキ軍右翼は退治したマクシミリアン軍左翼を蹴散らした。この戦いはポーランド・リトアニア共和国の戦闘としては比較的不評が活躍した戦闘であったが、それでも中心的な役割を果たしたのはポーランド・有翼重騎兵フサリアであった。ザモイスキ軍のポーランド騎兵は 敵の左翼と中央に突撃したが、まだ戦闘の崇勢を決定づけるには至らなかった。ザモイスキは、この戦闘中に、要所ごとに策を切り替え、有能な式ぶりを見せたと言われている。最終的に、ザモイスキ軍のポーランド騎兵が、マクシミリアン軍左翼のハンガリー騎兵を破り、残る敵軍を圧倒していった。マクシミリアン軍は、 撤退を始めたが、追撃を受けて、多数の犠牲者を出した。野戦は、約1、2時間で終結した。マクシミリアン3世は、ビチナに逃げ込んだが、ザモイスキのポーランド軍は、マクシミリアン軍の大砲を奪って、ビチナを砲撃した。ポーランド軍がビチナの街を強襲しようとするに至って、 マクシミリアン三世は降伏し、捕虜となった。ビチナの戦いは、ポーランドスウェーデン派の決定的勝利に終わった。正確な戦死者数は分かっていないが、マクシミリアン軍は約2000人を失ったと推定されている。一方のザモイスキ軍も約1000人が犠牲となったとされる。ジューキーエフスキは、敵の軍機を奪う対抗を挙げたが、膝に傷を負ったことで、 生涯足が不自由になった。マクシミリアン3世はザモイスキの客として3ヶ月間止め置かれた後、教皇施設の仲介により釈放された。1589年3月9日にビトムベ人条約が結ばれ、マクシミリアン3世がポーランド王位を放棄し、その兄の神聖ローマ皇帝ルドルフ2世はモスクワ大公国やスウェーデンと、 対ポーランド同盟を結ばないことを約束させられた。またかねてより、マクシミリアン3世が占領していたルボビアも、ポーランドに返還された。しかしウィーンに帰った、マクシミリアン3世は、制約を守らず、1598年まで自らの、ポーランド王位を主張し続けた。ありがとうございます。